ヤマニンゼファー。ヤマニンゼファーは、日本の競争馬、シュ馬。中央競馬にて短距離から2000メートルまで幅広い、距離で活躍し、二度の安田記念、天皇賞、秋に優勝した。1993年度、JRA 賞最優秀5歳以上ボ馬、最優秀短距離馬及び最優秀父内国産馬。馬名の、山人は、場所の一族が使用する冠名。 ゼファーは、ギリシャ神話に登場する、西風の神、ゼピロスの英語読み。生産者である、土屋アキの妻が、自宅にあった、化粧品の名前から借用したものである。バレエは、当時の表記とする、父日本ピロイナーは、競争場時代に3度の最優秀短距離場に、選出され、日本における、短距離路線の開拓者とされた、GI 参加チウマ。 母は一生馬であったが、優れたスピード能力を示したブラッシンググルームを父に持っていた。生産者の土井厚明はスプリンターを試行して、両馬を配合し、翌1988年5月、北海道近武岡牧場で本馬が誕生した。幼駒の頃から銅が詰まり、前後ムクロが発達した短距離馬に特有の馬体をしており、土井が意図した通りの体型で生まれた。 競争年齢の3歳に達した1990年8月、茨城県美穂トレーニングセンターの栗田博之9社に入った。しかし直後に骨膜炎を生じて放牧に出され、12月に再度入球。骨膜炎が尾を引いて調整が滞り、デビューは翌年まで遅れた。1991年3月9日、中山開催の新馬戦でデビューした。 二週間後には当世代における新馬戦が終了するため調整不足を押しての出走となった。足への負担も考慮したダート競争で当日は16頭立て12番人気と低評価であった。しかし後方待機策から短い直線で先行勢を一気に捉え、初戦勝利を挙げた。続く条件戦も連勝すると、栗田は本馬の高い能力を認め、自走には 芝野議ー競争、クリスタルカップを選択3着と構想した。続いては6月のラジオ単波賞が予定されていたが、骨膜炎が再発して、休養を余儀なくされた。10月に復帰し、休養明け2戦目の900万下条件戦で3勝目を挙げた。この後、準オープン馬のみながら、GI 競争のスプリンターズステークスに出走、結果は7着に終わるも、 クリは一流馬を相手に一定の走りを見せたことで自信を深め、翌年の安田記念を最大目標とした。翌年2戦目の準オープン戦で勝利を挙げ、オープンクラスに昇格した。安田記念への前哨戦、KO 杯スプリングカップを僅差の3着として5月17日、安田記念に出走した。前走の構想がフロックと見られたこと、さらに、 大外18番枠からの発想という不安点もあり、11番人気と低評価であった。レースは1000メートル通過56秒9というハイペースの中を中断に控えると、最終コーナー手前からスパートをかけ直線半ばで、先頭に立ち、最後は追い込んだ神野クレッセオさん、4馬身を抑えて優勝した。重賞初勝利を GI 競争で挙げ、 同時に父日本ピロイナーとの不死制覇も達成した。起乗した田中勝春にとっても初の GI 制覇であった。春シーズンの出走はこれが最後となり休養に入ることとなった。秋はマイルチャンピオンシップを目標に関西入りしたが輸送の影響による食欲不振などもあり、初戦のセントールステークスで2着、マイルチャンピオンシップは 大択ヘリオスのレコード優勝の前に5着と敗れた。その後関東に戻り、体調を戻して、スプリンターズステークスに出走、直線で先頭に立ったが、追い込んだ西のフラワーに、ゴール直前でかわされ、首差の2着に敗れた。休養の後、3月に、阪神のマイラーズカップで復帰。栗田は、山人ゼファーの将来のためボバイりに備え、当年秋に中距離競争である。 天皇賞、秋への出走を計画しており、その距離適正を見極めるため、安城には、相馬岩に評価の高かった、田原正世を据えた。この競争は前走に続き西のフラワーに敗れて2着だった。関東に戻っての中山記念も田原記場で4着に終わったが、本競争では、初経験の1800メートルを速いペースで先行しながら、 勝馬から0.3秒という僅差で、田原は天皇賞の2000メートルをこなせるという見解を示した。これを受け、当年の最大目標は天皇賞秋に定められた。自走、慶応杯スプリングカップでは田中勝春が起乗停止中であったため、柴田義富が起乗、新興ラブリーを一番新半退けて勝利した。柴田の起乗は、 本競争のみの予定であったが、同時期に田中が所属する藤原敏文厩社から関帝竜王が台頭し、田中は同馬への騎乗を余儀なくされたため、自走の安田記念も引き続き、柴田が騎手を務めた。迎えた安田記念では西のフラワーに次ぐ2番人気の指示を受けた。レースでは逃げるマイネル様子の直後2番手を進み、 直線戦闘に立つとそのまま押し切って優勝、連覇を達成した。前年優勝した田中勝春に続き、柴田にとっても初めての陣愛勝利とあった。夏を休養に当てると、秋は目標の天皇賞へ向けて1800メートル戦の毎日王冠から始動した。しかし当日は2番人気に支持されながら先行作から直線で失速して6着に終わった。 しかし栗田は天皇賞挑戦の意思を変えず、当日までにスタミナの向上を図り、山人ゼファーに厳しい状況を課した。10月31日の天皇賞では、大本命と目されていたメジロマック委員が競争4日前に、故障、競争生活から退き、一転して混戦模様を呈した。毎日王冠でのレースぶりから、当日は5番人気の評価となった。レースは、 ツインターボの大逃げの後方で三番手を進むと、最終コーナーで早々に先頭に立ち、最後の直線では、直後に中段から抜け出した石帝竜王が、外から並びかけ、ここから三百メートルにわたる競り合いとなった。石帝竜王が一旦は前に出ると、山人ゼファーが、自ら外に馬体を合わせに行き、最後は、両馬が馬体を接して、入線、写真判定の結果、 山ン・ゼファーが花さで優勝した。年末にはスプリンターズステークスに出走し、桜爆ン王の2着となって引退した。翌1月には、当年の年度表彰において最優秀5歳以上を母馬、最優秀短距離は、最優秀父外国三馬と3つのタイトルを獲得した。年度代表場選出も有力視されていたが、こちらは喫花賞優勝。 他 GI 競争で3度の2着となっていた4歳馬、ビワハヤヒデが受賞。この結果については批判もあった。同月30日に東京競馬場で引退式が行われた後、守護場入りのため北海道へ戻った。1994年より北海道日高郡のレックススタッドで種ボバとなった。1997年に初年度産区がデビューし、 当年の JRA 新種母バランキングで3位につけた。この中から、翌1998年の武蔵野ステークスを勝ち、続く、第1回ジャパンカップダートで2着したサンフォードシティを送り出した。代表3区でもあるドウ馬は、引退後に、世田谷の馬事公園で乗馬となり、高崎競馬場を舞台とした、NHK の連続テレビ小説、ファイトに、太郎役で、レギュラー出演した。 ヤマニンゼファー3区や母の父がヤマニンゼファーの馬が出走する日はファンによりパドックにという横断幕が掲げられている。2009年シーズンを最後にタネボバからも引退。以後は故郷の西木岡牧場で功労馬として余生を送っていたが2017年5月16日朝に老衰のため死亡した。母の父としての3区、ゼファーの姉二頭は 気象が荒く、栗田は当初、ポリシーの子を預かるのは、これが最後に願いますよと釘を刺していた。ただし1991年生まれの山人クラシック以降の3区を受け入れている。しかしゼファーは非常に素直な性格をしており、柴田はとにかく素直で飲み込みが早かったと回想している。一方で根性のある勝負強い馬とも評しており、特に天皇賞では、 関底竜王が前に出た瞬間、ゼファーが自ら差し返しに行ったと言い、柴田は、俺の勝利というより、ゼファーの完璧な勝利だったよ。あんなレース、もう一度できるかどうかわからないと称えている。父日本ピロイナーは、本場の他にフラーパークなど短距離の活躍場を、数々排出している。母の父、ブラッシンググルームは1989年のイギリス、アイルランドリーディングサイヤー。 本馬の祖母、山宝有をアメリカに連れて行って種付けしたもので、あったが、当時まだブラッシンググルームの産区は走っておらず、またに、ベーラーンが日本で供養されており、土イは周囲からわざわざベーラーンの弟を付けに行ったのかと笑われたという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。